マスマイナス49小銃はマスマイナス36ボルトアクション式小銃の後継小銃として第二次世界大戦後にマスにて設計されたフランス製の不評用セミオートマチック小銃である。第一次世界大戦の影響から立ち直ったフランス軍は消火器開発の遅れを取り戻すべく当時の近代装備であった自動小銃の開発を求め 第二次世界大戦前からマスマイナス38、39、マスマイナス40、マスマイナス44といった各種の自動小銃を開発、試作し、動作機構の研究を進めていた。マスマイナス49小銃は、少数ながらフランス軍に導入されたマスマイナス44をもとに開発が進められ、1949年に正式採用された。 1951年に量産が開始され、MAT49 や AA-52、汎用機関銃などとともに第一次インドシナ戦争や、アルジェリア独立戦争、スエズドーランなどで使用された。後に登場した改良型のマス -49、56は、インドシナ戦争やスエズドーラン、アルジェリア独立戦争における、機械化不評や空挺部隊の戦訓に基づいて、 重心短縮、ハンドガード全部の除去による軽量化と単小化を行い、着剣装置を追加したほか、ライフルグレネード装着用のフラッシュハイダーと、照準機を標準装備としている。マスマイナス49及びマスマイナス49、56は、不評用ライフルとしては長命で、1979年に 5.56mm、ナトーダ弾を使用する。 ブルパップ方式の FA マスに更新開始されるまでの約28年間、フランス陸軍やフランス外人部隊で使用され続けた。この銃はほとんど整備をしなくても確実な作動が可能なほど信頼性が高く、実際に外人部隊が戦闘を行ったインドシナやアルジェリア、常設的に部隊が展開しているジブチやフランス領、ギアナにおいて、 作動不良の苦情がほとんどなかったことからも伺い知れる。フランス軍正式小銃の座を後継の FA マスに譲り渡し1978年に生産終了された後も1990年代までフランス軍に用いられ続けた。また、250兆ほどのマスマイナス49、56が 7.62mm な当弾仕様へ改造され、フランス警察へ納入された。 生産数は、マスマイナス49が2600兆、マスマイナス49、56が275,240兆で、生産数の大半は、改良型のマスマイナス49,56である。APX806 リットル光学照準機を搭載した状態のマスマイナス49,56、重工には、 小銃用敵弾発射機兼用の大型消炎機が装着されている。マス49は前任のマスマイナス36ボルトアクション式小銃と同様に 7.5mm54 弾薬を使用する。この銃の作動機構はスウェーデンの CJ リュングマン AB 社製の AGM42 やアメリカの M16 と同様にガスポートから送り込まれてきた発射ガスを直接 ボルトキャリアに吹き付けて作動させるリュングマン式を採用している。リュングマン式のガス圧作動方式はロシニョールによってフランス軍のために設計された6ト、mm、ル弾薬を使用する半自動式の試作小銃において1901年に世界で初めて適用され、その後も1924年以降いくつかの試作小銃が開発されたがフランス軍に 正式採用されることはなかった。7 5ル、mm、五5 4弾薬を使用するマスマイナス38、39、マスマイナス40、マスマイナス44を経て、ようやくマスマイナス49小銃で、フランス軍に正式採用された。マスマイナス49小銃のリュングマン、式作動機構では、ガスは重心上側のポートから排出され、ボルトキャリアー全部に位置する。 一方が開いた、円筒状のくぼみに直接吹き付けられた。この作動機構は、ボルトキャリア全部から離れた場所に位置する、ボルト本体に、ガスの汚れを堆積させないという長所があった。ボルト閉鎖機構は、M16 や、AK-47 などのような、回転ロック方式ではなく、蒸気の AGM-42、SK スカービンや FN フェルトーと同じ、ティルトボルト式である。 重心はフリーフローティング式で装着されている。相談方式は断層式でダブルカラムの銃連発箱型マガジンを引き金のすぐ前方に装備する。このマガジンはレバーでの脱着が可能だったが、クリップ装填用のガイドが残されており、5発入りのクリップを使って装填することも可能だった。最終弾発射後はマガジンフォロワーによって押し上げられた。 ボルトストップが干渉し、ボルトが交代状態で止まる設計になっている。マスマイナス49や改良型のマスマイナス49、56は共にレシーバーの左側にレールを備えており、モデル 1953APX806 リットル望遠、照準器をレールにスライドさせ小さな圧力レバーで固定することにより、即座に装着することができる。 マスマイナス49及びマス4956は調整式消門により最大400メートルまで APX806 リットル望遠照準器により最大800メートルまでの範囲で人間大のターゲットにコンスタントに命中させることが可能である。ありがとうございます。